平らめ筋の細胞平らめ筋とは、黄門筋とは違いさるコメアのない筋肉のことである。血管、膀胱、子宮など、肝情あるいは袋状器官では、壁に見られる。また、消化管では消化物を筋収縮により運ぶ役割を持つ。公平かつ筋交代は、肝炎、肝甲変、狼層などの自己免疫疾患の兆候のことがある。平らめ筋の個々の細胞は、 防水系であり、内部にアクチンとミオシンが存在することが確認されている。骨格筋、心筋と異なり黄問は見られず、細胞自体の収縮メカニズムは不明とされている。支配神経は自律神経である。骨格筋とは異なり神経、筋接合部は明確ではなく、神経繊維のところどころにある、膨らみから信号が伝達される。 信号伝達のメカニズムにより単元性ひらなめ筋と多元性ひらなめ筋に分類される。単元性ひらなめ筋、タ単ユニットひらなめ筋とも呼ばれる。いくつかの細胞がキャップ結合でつながりグループを構成し、グループ内の一つの細胞が神経と接する。この細胞に神経からの信号が伝わると、キャップ結合を通して他の細胞に興奮が伝わり、 グループ内の細胞がほとんど同時に収縮する。単元性ひらな目筋は、交換神経と副交換神経の二重支配を受ける。パユニット、ひらな目筋とも呼ばれる。単元性ひらな目筋とは異なり、キャップ結合によるグループはない。交換神経、副交換神経のどちらか一方の支配を受ける。動向を開く、動向三大筋や動向を収縮させる、動向活躍筋は、 多元性ひらなめ筋である。ありがとうございます。